どうも、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。みんな、ありがとうございます。ルントンです。おいら、どうもです。ここです。ここです。解散する前に、世界を超えたー！ 5000メートルの世界記録を、この8人で、超えたいと思います。いや、もう、えぐいで、えぐいで。世界を超えたい。でも 5000m の世界は12分30秒ぐらいで12分35とか走るってことですか。走り 5000m の世界記録が12分30。いや、ほんと皆さん足引っ張らないでくださいお前お前が言うな、お前が言うな。人員不足ですか。切実なる人員不足。いやいや、俺は友達おらんもん。だってもうめったに出てこない野良くんまで入ってるから。今調べたら12分35秒らしい。ジョシュア・チャプティゲイ。ウガンダ所属の人です。めっちゃウガンダ。うわー、正解。おー、来た。まあ今回ですね、その、はい、チマチョゴリじゃなくて、何だっけ。チマチョゴリ。チャプティゲイ。その記録を僕ら8人でリレー形式で回して超えます。なるほど。1人 50m。 あ、1対8ってことですか。1対8です。1対8、それは勝てるよね。それはもうさすがに一般人でも勝てるんじゃないかっていう、はいはいはい、っていう説です。じゃあ、だからあれじゃない、こう8人やとパリンカリンくらい、なんか最後1人おらんくなるよな。そう、確かに。そう、最初のもの解けたけど次の人いなくなります。確かに。なるほど。つまりどういうことかというと、 50m 間隔で8人を配置すると、8人目は 100m 走らないといけなくなるのである。それモーテやんな。だいぶモーテ。あと1人。あと1人いるんじゃん。あ、なんか、これはすいません、握手会の列ですか。いや、違います。違います。これは、おたぬまです。あ、おたぬまさん。おたぬま。ちょっと、マジか。あ、まあまあ、似たようなハイキングが勝手に行った時はな、当てちるためちるチャンス使うで。人数足りないんで、ちょっと出てもらっていいですか。私が、はい。もう、はい。え、本来ここに何しに来たんですか。 VTuber のイベントだと思って。VTuber に会ってしまった。 V じゃないですけど、UU ですから。実質は似てますよ。僕らは有名な人が。そうなん。走りなさそうなんですけど、だいぶ格好的には走ります。でも、ケツがなんかもう、やる気にやる気ある。てか、VTuber なんて握手会があるんですね。細かいことは言うな。確かに。すごい。ガチやから。格好ではこっちオタクだよ。お前さ、その本気そうだから。確かに。パッと言われて気づかんかったもん。そういうの前に教えて。何でもいいっす。何もいいっす。じゃあやっていきたいと思います。めっちゃ強い。チャプティゲイ。さあ今、世界王者ジョシュア・チャプティゲイに挑む一般男性の群れ9名。ただいま気合を入れてアップをしている最中です。おっと、ここでオタヌマが大事なポスターを落とし群れからはぐれてしまった。こんな状態で大丈夫でしょうか。もう間もなく試合開始です。ちなみにこちらは本編では使わなかったワールドカップの演出っぽいメンバー紹介のやつです。はい、お納めください。さあ、それでは今回のスターティングメンバーをご紹介しましょう。といっても替えのメンバーはいません。誰か一人でも怪我をしたら後がない状態です。第一走者、花尾選手。編集歴は8年。今年で引退の決まっている選手です。第二走者はサルエル。バスケ部っぽい風貌ですが、特にそういった経歴はありません。第三走者は我が。正真正銘の元バスケ部。今大会大きな期待がかかっています。第四走者はルント。フィジカル面で非常に頼りになる男。今大会ではそれが発動する場面があるのかどうか。第五走者はオタヌマ。かつては東京の暴走族に属していたとかいないとか。だとすれば一体何があったのか。それは触れない方がいいでしょう。第6走者はマコ。現在解散に向けて猛編集中です。本音を言うと走りよりもそっちに集中してほしいところです。第7走者ノラ。運動不足すぎて走り方を忘れてしまったそうです。パッと見はなんか早そうです。第8走者天眼。結婚式に向けて現在ダイエット中ですが、先日レストランでコーラ2杯飲んでいるところを確認済みです。期待はできないでしょう。第9走者キム。数学が得意すぎて元バスケ部だったことは意外と知られていません。ほどほどに期待しましょう。以上、この選ばれし9名で世界王者ジョシュア・チャプティゲイに挑んでいきます。いやぁ、本当にやるのこれ。位置についてよーい。
さあ今勢いよくスタートしました。花尾選手 50m のタイムは7秒1程度、30代にしてはマシと言わざるを得ない記録。さあそして今2番手サルエルにバトンタッチ。スタジアムでは現在雪が舞い散っています。こんな日に短パンを履くのは正直小学校にいる体感温度バグ少年ぐらいでしょう。さあ我が選手さすがに速い。現在チャプティゲイにやや競り勝っている状況です。さあここから我らが誇る肉弾列車ルントー選手の出番です。あーっとフィジカルで右に出る者はいませんが、本日はあいにくその体重の重さがあざとなっているか、とてもスローモーションに見えます。そして今音沼にバトンタッチ。おーっと音沼、その格好から想像もつかない軽やかな走りを見せている。無駄に美しいフォームです。そして続きますは花伝の編集隊長マコ。ヘビースモーカーとは思えない驚異的な走り、これは期待できそうだ。さらに続きます裏方コンビノラ、走り方を忘れた彼でしたが思いのほか安定した走りを見せていますからの、ここで電眼登場です。その風貌はまるで走るウインナー、プルプルと弾ける肉が食欲をそそります。嘘です。さあそして1周目のタイム間もなく出ます。出ました、58秒。世界王者に約 2.5 秒の差をつけて勝っている。これは驚きました。このまま選手の体力が持てば世界王者を下すことも十分ありえます。ただ一般男性9人総出で世界王者を倒すことは果たして偉業なのか、あるいは9人もかけないと倒せない世界王者がすごいのか、それはもうよくわかりません。だがしかし現在わかっているのは、9人が全力で走っても世界王者とほぼ互角の戦いになっているということだけです。さあ走行している間に早くも2周目を走っています。体力的には選手の皆さんまだ余裕がありそうです。やばいかもしれない、相当きついこれ。もう来た、来んなって、想像の100倍きつい、足上がらへん。物理学的に今日はそんなに走る季節じゃない。さあ早送りを終えて現在 2800m 地点、 5000m の半分をやや超えたところ、我が選手少し足取りが重くなっているか。打って変わってルントー選手、よくよく見ると寝起きのニートおじさんにしか見えません。これが今世界に喧嘩を売っている男の姿だと一体誰が思うでしょうか。だがしかし現在タイム差は約8秒、こちらが勝っている状況であります。これにはさすがのチャプティゲイも少しは驚き呆れてくれるに違いありません。何せ我々は日々家にこもり編集に勤しむしがない動画投稿者の集まりなのですから。さあ走行している間に現在 3000m 全体の 60% を走り終えました。ここで選手の様子を見てみましょう。現場の皆さん、おっとこれはいけない、皆さん虚無モードに突入してしまっています。顔がいつもの 2.7 倍くらいはブサイクになっています。例えて言うと、これえぐい、ワロタっていうのを基本的にもともと関西弁のワロタ、さあただいま残り2周、つまり 4200m 地点まで来ました。チーム一般男性の群れ全体的にバテてきている様子でございます。ちなみに世界王者ジョシュア・チャプティゲイに勝利するためには 50m を平均 7.5 秒で走り続けなければいけません。 50m 走1本ならまだしも、それを 5000m 続けてともなると冷静に同じ人間なのかどうか疑わしくなってきます。まあしかしそんなことを今更嘆いても仕方がありません。一応彼も立派な人類だと世界の陸上競技会がそう認めております。まさに人類には早すぎた男、ジョシュア・チャプティゲイ26歳既婚者です。さあここで11周目のラップタイムが出ます。残り1周半です。1分4秒、世界王者の平均ラップペースより約4秒遅れを取ってしまっている。しかしこれは想定内です。いやむしろこのメンバーで一瞬でも世界王者に勝っている状況を作れたことは奇跡に近いです。さあここからが踏ん張りどころ、前半の貯金を切り崩しつつ耐えられるかどうか。選手の雄たけびが聞こえてきます。少しペースは落ちているものの足はまだ動いている。あーっとどいつもこいつも非常に辛そうな面構えです。実は私もこの場で走っていたんですが、想像以上に辛いものがありました。はっきり申し上げてもう二度とやりたくはありません。いでよもう一人の僕。おっとここでベンチに動きがありそうです。なんと音沼が今、音沼が脱ぎました。自身のトレードマークアイデンティティを捨て去り、昭和のちょいワルヤンキーもどきになってしまいました。ここからが本気だとでも言うのでしょうか。すごい早い早いぞ渡沼、こう見えて教員免許も持っている渡沼。さあそして今ここでマコにバトンタッチ。渡沼さん抜け殻が抜け殻が、そのチェックはお前に託した。受け取った。
この子も相変わらず速いです。ペースが落ちていません。そんなマコは現在嫁募集中。同世代の花尾伝願ノラが立て続けに結婚し焦っている模様です。でも大丈夫、走りの速い人はモテるというのは小学生でも知っています。さあ、そんなことを流暢に喋っている時間はありません。ラスト半周、ここを踏ん張れば勝利も見えてきます。思えば長い道のりでした。この競技場まで車で2時間弱もの年月を費やしました。決して平坦な道ではありませんでしたが、その努力が今まさに実を結ぼうとしています。チーム一般男性の夢を全て乗せて、ラストアンカー花尾選手が全力でゴールへと疾走していきます。さあ、そして今まさにゴールイン。あれ待って、あれもう一人の僕が世話になったみたいな。かっけー、そっちなんや。かっけー。で、ちなみに整理すると12分35を超えて世界記録やったら解散取りやめ。切ってたら解散。はい。うちのボスが死にました。これもしかしたら、いや結構顔面蒼白。これその死に方はスペイン村の時以来。スさすがにすごい声だろ。いや、ほんまに、ほんまにさすがにヒョロ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 、やばいこれ。ほなタイム言ってもらいましょうか。はい、9人リレータイムは13分16秒。うわー、マジで、こんなものマジで。ちょっと危ない、ダサい。ダサい。でもまあ、OK、解散やな。早すぎ、ほんまに。いや俺らに45秒早くゴールしてる、逆。ああもう二度と画面内に現れません。悲しい、もう俺。いやいや。